はい、えー、それではこんにちは、えー、今回はですねハイレベル科学ということで、えー、有機化学特にですね方向属化合物に関してのですね、えー、重要な問題の演習を行っていきたいと思います、えー、内容としてはですねオゾン分解による構造決定ということで、えー、オゾン分解を使ったですね、えー 構造決定に関する問題をですね、えー、やっていきたいというふうに思っております、えー、この講座ではですね、えー、科学で最も苦手な人が多いですね有機化学の構造決定の方法のコツをですね、えー、一つ一つ伝授していきたいというふうにして思っています、えー、ぜひですねこの講座を聞いて有機化合物のですね構造決定の方法のコツをつかんでですね、えー、得点源にしていただきたいな いう,ふうにしてて思っております、えー、ではですね早速ですが問題に移っていきましょうはい、えー、ではですね問題に文を,を読んでいきたいと思います、えー、次の式のように炭素炭素二重結合を持つ化合物をオゾン O3 と反応させて カルボネイル化合物に変換する方法をオゾン分解というベンゼン管の不法和結合は反応性が低く穏やかな状況条件ではオゾン分解を受けないこのオゾン分解を利用して化合物 A をの構造を決定したと この化合物 A は分子式 C10H14O で表され、一つのベンゼン環と一つの不正炭素を持つと。化合物 A に強い酸を作用させると、脱水反応が起こり、化合物 B、分子式 C10H12 が生成した。B を穏やかな条件でオゾン分解すると、 化合物 C と D が得られたと。化合物 C は銀鏡反応を示し、その分子式は C2H4O であったと。化合物 D は銀鏡反応を示さず、その分子式は C8H8O であった。ただし、蒸気の脱水反応では、炭素炭素結合の解列の分、えー 分細結合や二重結合の移動は起こらないとすると、まあいうふうな問題になります。はい。ということで、まずですね、この化合物 A についてはですね、A、を決めていくのは結構難しいので、 まずですね、この化合物 B をですね、考えていきたいというふうに思います。で、この化合物 B をまず分解すると C と D が出てきたということで、まずですね、最も簡単なこの化合物 C に関してですね、考えていこう、いきたいなというふうに思っています。で、この分子式がですね、C2H4O ということでね、これはもうかなり有名なあれですよね。はい。 えー、こちら、アセトアルデヒドですね。ですよね。アセトアルデヒド C2H4O ね、えー。C、ね、えー、いうことで、しかも、銀鏡反応を示すということでね、えー。あ、これはもうアセトアルデヒドしかないな、と。まあ、いうことで、えー、判断していただきたいな、と思います。C2H4O で銀鏡反応とくれば、もうアセトアルデヒドだと、と、えー。いうことで、えー、パッとね、反応できるようにしておいてください。はい、えー、で、 A を脱水して得られるこの B ですね。C10、H12 の不法和度をですね、まずちょっと予測できるようにするために、まず求めておきたいと思います。2分の2かけ1 0足す2、引く12ということで、これ5というふうに出てきます。で、不法和度が5ということで出てきます。で、またですね、このベンゼ全ン感、C6、H6 の不法和度というのは、 えー、三、まあ、三つの結合、三、えー、つの二重結合と、えー、そして、間、えー、構造になっているということで、三プラス一ということで、まあ、四になりますよね。これは有名な不法ワードになってきますので、しっかりと押さえておいてください。えー、で、B はですね、えー、ということで、えー、つまりですね、まあ、ベンゼン管を持って、さらにですね、まあ、一個余っているということは、この B の即座にですね、 cc の結合を1個含んでいるということになってきます。はい。 えー、まあ、あの、B、B っていうのがね、C、E、C と H になってきますからね。こまあ、ここでもし O が、O が2つとかね。えー、まあ、そういうの、O が、えー、もしあればその O に二重結合を使われている場合も考えられるんですが、えー、この場合ですね、O が含まれてない C と H になってくるので、二重結合で使用されるのは C と C の結合しかありませんよね、と。えー、いうことで、まあ、おそらくこの,この構造はですね、おそらくというか、まあ、えー、このベンゼンカーにですね、C 結合が 含まれた構造になっているなと、まあいうことがですね予測されるわけですね。でよってですねこのアルケン B のオーゾン分解によって得られた D ですね D C 八 H 八 O ははい。 えー、この C、B、B にこのベンゼン環が出てくるということは、この D に、えー、D にですね、ベンゼン環が含まれているとだだ、えー。なぜならばこの C はアセトアルデヒドでしたから、えー、ということはベンゼンを持っているのは D だな、ということが予測されるわけですね。で、さらにですね、銀挙反応を示さないと、えー、いうことがわ、まあ、かって、えー、いますので、はい。えー これは、ケトンであるアセトフェノンだ。まあ、いうふうにですね、えー、分かってくるということになってきます。はい。えー、ということでですね、えー、D の構造っていうのがですね、まあ、こういう形になってきますね。はい。えー、この C8H8 を引くですね、C6H6 をしますとですね、C6H5 をですね、えー、しますと、 えー、C2H3O という形になっていますからね。えー、まあ、えー、こういった形なんだろうなと。まあ、いうことがですね、えー、予測されるわけですね。はい。えー、銀鏡反応を示さないということなので、ここはアルデヒドキではないということで、ケトンであるアセトフェノン。 が D の正解ということになります。えー、従いましてですね、えー、B の構造っていうのは、このアセトアルデヒドとこちらですね、えー、ケトンであるアセトフェノンのがですね、オゾン分解されたものという形になってきますので、えー、ここの O2 をですね、えーえー、切って,結合,さて結合してあげるとですね、 はい。CH3、CH3 CH の CH で、えここが CH3 CH という、まあ、こういうですね、B の構造が出来上がってくるとえいうことになってきます。 はい。ということで、次、カッコ2番ですね。この化合物 B には、2つの機械生態が、まあ、存在するという問題ですね。はい。機械生態ということで、あ、なるほど。ここに二重結合がついてるから、シストランス型だなと思った人。はい。その通り。はい。えー、ということで、えー、このカッコ2番の答えはですね、このシストランス型の、こちらのようなですね、構造になっています。 できますね。シスっていうのはですね同じこういう側作がね同じ側にある時これシスって言いますねはい、えー、でそれ同じ側にない時これトランスっていうふうに言いますねはい、えー。ではですねや次やっていきましょうカッコ3番化合物 A の2つの光学異性体の構造式を下の例に習って表しなさいという問題になります はい、えー、先ほどですね、この B、このような構造で、えー、出てきましたので、A は、はい、A、A を脱水反応を起こすと、まあ B が出てきたということで、A の構造をまず考えるにはですね、この構造に H2O をですね、えー、付加させればいいですよね。で、二重結合ですので、えー、この H2O を付加させると O と H と OH がですね、つくんですが、ここの C にですね、 h がつく場合、そして、もしくは oh がつく場合、二通りパターンが出てきます。それがこちらですね。はい。こっちの上が、上に書かれているのがですね、この c にですね、h がくっついた場合ですね。で、その横に oh がくっつくと、くっついた場合。そして、こちらが、この下に書かれているのがですね、 ここの C にですね、この C にですね、この C に OH がくっついた場合ですね。で、その横に H がくっついた場合ですね。えー、はい。 そうするとですね、えー、この、これとこれ、まあどちらかということで、まあ不正炭素の数をですね、えー、まあ数えてみると、この1の場合はですね、2つあります、不正炭素がね。で、こちらはですね、1つあるということで、条件を見返すとですね、この A の化合物というのは1つのベンゼンカーと1つの不正炭素原子炭素を持つという条件が与えられているので、えー、あ、ということはこれ、こちらだな、と。 まあいうことがですね、えー、分かってくるわけですね。えー、ということで、えー、光学異性体として考えるのは、これの、ね、ですね、光学異性体として考えられるのが、はいえー、こちらの場合と、えー、こちらの場合ですね、えー、いうことで、えー、考えられるという、まあ、2通り考えられるということで、えー、あります。 はい、えー。では、次の問題を移っていきましょう。化合物 A は脱水反応により、化合物 B 以外に、その構造異性体である化合物 E を生成する可能性があると。 この E をオゾン分解した時にできると予想される2つの生成物の構造式を記せ。まあ、いうことですね。はい。えー、先ほどですね、A の構造式っていうのがですね、えー、出てきました。カッコさんによってですね。で、その構造式っていうのがこういった形でしたよね。で、これをですね、脱水反応させると、まあ、どういう形が、まあ、得られるのかというとですね、まあ、答えであるこの B ですね。 えーえー、この答えであるこの OH と OH と、まあ、H があまあ,あここの部分の H がですね、えー、脱水反応を起きてですねまあこの B が反応でもう一つありますよねここの OH と O でここの H ですねこの H が脱水反応をした場合がありますよねでそれがこちらね えー、こちらになります。はい。この2種類がありますね。で、これを、この化合物をですね、い e と置きましょうということですね。で、この化合物をですね、えー、オゾン分解をしていくと、で、どういう形になるかというと、まあ、ここでギリギリ切りっていうことで、ここで、えー、まあ、切り離されるわけですね。えー、そうするとですね、そうすると、 はい、こちらですね、ホルムアルデヒドが生成します。ホルムアルデヒドが生成してですね、ホルムアルデヒドが生成をして、そしてですね、はい、こちらですね、ここにケトン機がついてですね、エチル機がつくということで、エチルフェニルケトンがですね、生成をするという問題になってきます。 はい、えー、ということでね、えー、この講義は以上にしておきたいと思います。はい、えー、オーゾン分解をしっかりとね、復習する教材としては非常にとてもね、えー、いい教材だったのではないかなというふうに思います。はい、ということでね、今回の講義は以上にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。